皆さんこんにちは、ケンです。今日は琵琶湖の周りを走りに来てます。はい、これから牧野高原の、新しくできたカフェ、以前ゴールデンウィークに寄ったんですけど、その時は人がいっぱいだったので、そこのカフェで補給して、帰りたいと思います。それでは行きまーす。来てるのは並木カフェメタセコイアっていう4月にオープンしたばかりの、メタセコイア並木の近くにあるカフェになります。はい、今撮影許可もらったので、ちょっと映してるんですけど、店内はこんな感じです。結構おしゃれです、ね、やっぱ新しい。でロードバイクはその窓際にちょっと置かしてもらって、その正面がすぐあのメタセコイア並木ですね。コーヒー飲んできました。今からここ撮影していこうかなと思います。こういう風にテラス席もありますし、結構、まあ、琵琶市の新たな休憩スポットになる予感がします。ちょっと琵琶市コースから外れるんですけど、まあ、メタセコイア並木ってすごいおすすめなので、ついでに寄るといいかもしれません。I got time.
行くぞ。